当たり前の体にしちゃうとう激しいトレーニングダッシュなどした後の解散流のおすすめ回復法はありますか参考にしたいです。なんかあるそのビール一気飲みするいす、ね。<laughs> ビール一気飲みすると治るの一気飲みとか言っちゃダメです、ねはい、<ん>実際回復ってなかなか難しくてあ<ん>あの、継続してやり続けることが一番疲労回復になんか。 慣れてくるじゃないですか。うん。ケアとかしても、まあ多少変わるかもしれないですけど、よりは激しいハードなトレーニングを習慣化して。に慣れちゃうってことね。当たり前の体にしちゃうってことですね。だから自分が強くなるってことだすね。強くなる。それが一番いいですね。なるほどな。で、あと俺は、なんか腱とか関節のダメージだけは取っとくっていうようになるべくしてる。筋肉は治るし、すぐ。だけどやっぱ人体とかが、軟骨とかさ、そういうところを痛めるとやっぱ厄介だから。 まあそういう時は本当にあの、なんだろう、エロい女のケツ触るとかそういうのがね、俺は回復をしてるね。うん。あのライブの定番ネタなんだけどね。エロい女が今部屋に来てるっていう。はい。ベッドルームで待ってるから、もうそろそろライブ終わりますっていう。なるほど、なるほど。日々のトレーニングをきついから今日は休もうと思わないですかああ、メンタルの強さはどこから来ますかって。メンタルの強さは、トレーニングをきついから休もう。休んで強くもならないまま、 負け続ける人生を選ぶメンタルの強さの方が、俺にとっては強靭ですよ。トレーニングだったり勉強だったりをろくにせず、やった人に負け続ける人生を選択して自分を強要する方がメンタルが揺らぎますよ。俺何にもしてないじゃん。俺マジで何にもしてない。努力何にもしてないじゃん。そりゃ社会的地位も手に入らんわな。でもまあいっか。こんな自分でもいっか。みたいな。 もうそれで通していけるほどメンタル強かったら、俺こんなに努力しないですよ。メンタルなんか強くないんですよ。弱いから、メンタルが弱いから、せめてフィジカルをしっかり追い込んで、知識をいっぱい身につけて、勝負ってなった時に、そういうメンタルの強さで、ノーホーズにやってる人たちに負けない技術を手に入れておいて、勝負で勝って自分の人生を豊かにして、メンタルを豊かに保てるように頑張ってるわけじゃないですか。 メンタルが強いからトレーニングしてんじゃなくて、メンタルの弱さをカバーするために、せめて実社会では勝とうと思ってるってことでしょ。トレーニングきついから休めるやつが一番メンタル強いよ。そうでしょ